あのブリッジは何の？あっあそこ行くんだよ。どうで行け。すごい立派なスタジアムだね。広場でだけですか？あの、いや、なんかお兄さんも初めてだよね。あ、あそこそこ。そうそうそう。なんか縁日みたいなんてホームページに書いてあったから。反対側もあるのかな？え、いやーないよね。やっぱここだけか、じゃあ。うん、やっぱシロップかかってるとこ美味しいね。シロップかかってる場所前に違う、うん。ちょっと座って食べよう。ほら、ちょっと休憩しようか。チケット売り場さ、うん、あの方に聞いたんですけど、これはここだけですかって、うんうん、ここにもある、反対側にもある、分かんなかったね、分かんなかった、缶もある、ちょっと見てくれ、今、マスカット監督、うん、なんでマスカットなの？西村いないよ、西村いない？西村いると思うんだけどな、超人だった、あ、本当だ、あ、これを目指してましたね。おかしいなと思ったんだよね。やってるやってる。すごーい。スーパーボールやってる。わたがしだ。わたがしだ。射的あるよ。見てみる。今射的やろうとしてるけど。うんうん。マジで大当たりの原因になったの。ちっちゃい子でね。うん。PS5。それはやばいな。これやばい。PS5狙えるの？多分でかすぎて多分狙えないと思う。いや、ちょっと頑張ってみよう。なんていうの？うん。フィギュア？うん。それもあった。ニンテンドスイッチとかあるんだけど。なんかこっちに PS5、こっちにニンテンド。ガチでやばい。今狙ってみるわ PS5。うん。欲しいやつ狙ってみ。ほら見て、PS5 当ててんのに絶対倒れないから。俺分かった。俺もうね。ヒーローアカデミーとスターウォーズ狙うわ、うん、そのお兄さんもすごいね、うん、うわーでも倒れない全然倒れないよ、スターウォーズは上の髪の部分を狙ったのもしかしたらワンチャンいけるかも、あ、スイッチ全然倒れん。すいません、倒したらってことですよね、倒したらだってよ、倒れました今日、あ、本当、あー、うまいじゃん、お当たるわけやべ、今の感じで当たるわけないと思ったら当たらないかな、うん、そうだ、あー、なんか震えたけど、いやもうね、スターを欲しい、いつ当たるんだ、残念、この階段降りて下にいっぱいスタグルがある、あ、そうなの、この階段降りてここ、え、すごいだね、すごいんだね、すごい量ある、すいません、 YouTube やられてるからいつもコメントしてる、ありがとうございます、あ、こんな若者になったの、だってすごいファン歴長いですよね、小学3年からで、あ、今日は山梨から来て、いや、ちょっとお会いできなかった、嬉しい、ねえねえ、いつもさ、コメントくれてるあのマリノスファンの YouTube 見てます、あの、はい、チーズ、浦和とここで今年ファンになったばっかのスタジオなので、いやいやいや、私たちもですね、あ、元、あ、今日からスタートした、OKOKOK、 あ、はい、クリンさんですか、え、誰ですか、あ、違います、違います、あ、違う、あ、違う、ユー違う人です、あ、そうか、そうか、でも今日はクリンさんコラボしないようにちゃんと注意を確認しながら、あとフォアボールさんも来るっていうこともあるので、コラボの方と対象の方を仕分けしながら今日は、あ、そうだったんですか、そう、だから2人にはコラボしないようにちゃんと会心の注意払って撮影しております、あ、そうなんですか、そうなんですよ、ひろみチャンネルで、あの、あ、YouTuber さん、はい、そう、電車も大好き、エグマリノスも応援してますし、あとアニソンが大好きで、声優の水木奈々さんっていう、はいはい、ありますよね、はい、そのライブのレポート動画も上げておりますので、うん、ぜひね、あの、サタポの方の皆さん、うん、あの、
チャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、 YouTube をチェックします、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。すごい、え、次々、あ、はい、あ、すごい、韓国料理美味しそう。探して私は去年まで23歳、元カレって呼んでるんですかね。これって最近のやつですね。そうですね、はい、ネットだと完売になってた。あ、そうね、ですよね。じゃあこうする、1個買ってみた、買ってみる、はい、広いね、ってか客席多いね。いきますよ、うん、どうやって開ける？お、あ、レアンドロ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 入ってんの？ちょっとレアンドロ、うん、誰？キモト。うん。石堂。あ、え、サインが入ってるよ。最後、最後行くよ。うん。誰？あれにしまおうか。今日持ってきてよかったね。見せて。やば、それ付き。これってさ、もしかして書いてる？書いてる、書いてんじゃない？プリントじゃないのわかんないけど。プリントじゃないと思うんだけど、多分書いてる。うん。え、じゃあそれだけ書いてくれたんだよ。レアなやつとかやったじゃん。やったじゃん。うん。え？グラジュエーション。え？あ、これは直筆サインカードであることを証明しますだって。すごいじゃん。すごい。たけちゃん久しぶり。なんか珍しい色着てるじゃん。俺が入ってきたら、うん、トイレに行って、うん、それで上着るんで。俺の中でも切り替え、何、うん、家から来てるかもしれないけど、うん、家から気合入っちゃう。家から気合入ってる、絶対違う。だ、違うの、お前の気合と俺の気合、来た時の気合絶対違う。そうなの。ありがとうございます。写真いいですか？いいですか？ OK、 はい、チーズ。すごい、これすげえぞ。すいません、あ、どうも、お久しぶりです。以来ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、チーズ。ずっとシーズン始めからずっと探してた。どういうタイミングで振るんですか？あとは選手紹介の時と点が入った時、試合終わりの時だけ。インプレー機は絶対振らないっていうことが決まってるんです。全部自作してるんですよ。すげえ。嘘。ミシンで。全部重ねて縫ってるんですか？そうです。一枚一枚こうやってこんな風になりながら。そうなんだ。頼むと高いんですよ。あ、そうなんですか。まあ、そうですよね。模様入れて模様入れたりすると10万ぐらい大変なんですよね。これだと材料費だけが1万ぐらいで収まる。まあ、そうなんだ。取れる時に取らないと負けるね。本当ですね。ありましたよね。